皆さんこんにちは、わらしです。今回はサムライメイデンやっていきたいと思います。続きまして、泡沫空間のイオちゃんじゃねえ、小耳ちゃんやっていきましょう。天才陰陽師いきます。普通で、はい、あれ、ここってどこ？いきなり知らない場所に出ちゃった。出ちゃったね。みんなの姿も見えないし、いつはぐれちゃったんだろう。ここも泡沫空間ってやつかな。もう慣れたね。うむ、そうだ、わらわたちだけがこの空間に落ちたようだな。この二人はどのようなイチャイチャが見れるのか。あ、小耳ちゃんも一緒だったんだ。一人じゃなくてよかった。よきよき。まったく、泡沫空間へ落ちたというのに、紬はのんきだな。もう慣れてんだよ、慣れが早いんだよ紬ちゃんは。まあまあ、それはそうとして、せっかく二人だけなんだし、お話でもしようよ。しようよ。話だと？うん、小耳ちゃんもこういう時でなければこれまでのわらわの活躍をいくらでも聞かせてやるとか言ってたじゃない。似てる似てる。それは確かに言ったが、今語るべきことなのか。うん、黙ったまま戻る方法を探すよりも、お話をしながらの方がきっと楽しいよ。小耳ちゃんのこといろいろ聞いてみたいな。知りたいな。そんなにわらわに興味があるのか。あるよ、小耳ちゃんは大事な友達だもん。だからもっとお話しして仲良くなりたい。うん、いいでしょね、ね。小耳ちゃんに対してはつむぎちゃん責めるね、やっぱり。とはいえ他にすることもないし、暇つぶしという意味でなら付き合ってやろう。あざっす。うん、そうこなくっちゃ。で、つむぎは何を聞きたいというのだ。わらわの第四名字としての華麗な活躍か。うん、内容次第では答えてやらんこともないぞ。ふん。本当？じゃあ遠慮なく。遠慮なく。私が今聞きたいのはズバリ、小耳ちゃんの趣味ってなーに？気になる。わらわの高尚な趣味を知りたいだと？うん。うん、知りたい。ちなみに私の趣味はウィンドウショッピングなんだけど。いいね。ウィンドウショッピング、全くわからん言葉だな。簡単に言うと、買うのが目的じゃなくて商品を眺めて楽しむことかな。友達と一緒に、あの服かわいいよねとか言ったりして。なるほど、帯や反物を並べて鑑賞するようなものか。そんな感じじゃないか。うんうん、多分そんな感じかな。小耳ちゃんは何が好きなの？うむ、わらわは断然こうだな。うん、他人が調合したものも悪くないが、やはり自分でこうを調合すると格別だ。香水？ああ、なるほど、オリジナルの香を作るんだね。アロマオイルをブレンドするみたいなものか。うん、アロマなんたらは知らぬが、これはなかなか奥が深い趣味なのだぞ。季節や気温、湿気に合わせて組み合わせ、その場にふさわしい香を作り出す。わらわが調合した香は誰に献上しても恥ずかしくない出来栄えだと自負しておるぞ。あれ、香水ではない。ん？ブレンドするのって難しそうだけど、そういうのも楽しそうだね。家族みんなでワイワイ楽しんでたとか。うん、いや、するのはいつもわらわ一人だったな。おお。え？なんで？他の家族はお香が苦手とか？さあな、わらわはあまりにも強大な神通力を持って生まれたゆえに、一族からは少々持て余されていたからな。あ、今ね、今香水って言ったじゃん。お香って、お墓とかにこう
煙出して置くやつ。末帝でありながら、兄、姉たちの誰よりも強大な力を持って生まれたわらわは、学び始めたばかりの時点で、陰陽の術において、他の兄姉を圧倒してしまった。うん。何年も修行していたのに、わらわに追い抜かれて面白くなかったのだろう。そのうち、兄姉たちは離れて行き、わらわは一人で日々を過ごしていた。うん。うん。あまりに強い力は、相続権にも影響を及ぼし、やがて一族の中でも厄介者になった。本家からも追いやられ、今は暴流の家で忍びの身となった。まあ恐れられるってのが一番怖いですよね。え？家から追い出されたの？うん。平たく言えばそうなるな。ふん。天才とは、実に孤高であるものよの。なんてひどい。小さい頃から、ずっと家族と離れ離れなんて、すごく寂しかったんじゃ。もう、寂しくなどない。わらは万年に一人の天才と呼ばれた大陰陽師なのだぞ。うん。普通の幼子のように、親兄弟の情を求めずとも生きてゆける。孤高にして気高き、大春日の小耳先の早姫。それがわらわだ。大春日の小耳先の早姫。家族の人は？みんな、それでいいって言ってるの？言っただろう。一族はわらわの強大な力を持て余し、うん、追いやったと。互いにその方がいいと納得し、そうなったのだ。そんなのって。なぜお主が泣く？ふみみちゃんが、かわいそうで。平気そうに喋ってても、時々、辛そうな顔してるし。ちょっと心痛いなって感じするよ。わかる。こら、勝手なことを言うでない。辛いなどと、みじんも思ったことないわ。わらわを哀れむでない。でも。あ。邪魔が入ったか。だが、いいねこの BGM。ちょうどよい。てんてんてん。蹴散らして、うさを晴らしてくれるわ。てんてんてん。さあ今回どんなむず、むずいな。またこれ。なんでぐるぐる回ってんだよ。で可愛い小耳ちゃんが出てくると。はい、残白刀。小耳ちゃん、よろしくね。じゃあ行きますか。陰陽術を見せてやろう。まあちょっとかけらもね、探しつつやっていきましょうか。怖いなこれ、マジで。よっ、おぉ。あの扉を開ければいいみたいだよ。わらわの力を使うがよいぞ。え、これどうすんの？変化の術、それ。そういうわけではないよね。違うよね。あれ、どこ狙うのだ？出たよ。ようわからんやつ。はい、今からその調子だ。オッケー。あ、こうやってもんが。おお。あ。よし。じゃあちょっと見ながら、そこら辺を見ながら。あ。あった。23を入手。足元をよく見るのだ。のここは慎重に進もう。嘘だろ。え、ここにはないか。なんかね、だいたいね、宝物空間はこういうところにあるんだけど。行くよ、小耳ちゃん。あ、いい。と、やば。マイチレーム。さあ、行きたい。と、やば。チリボタン。倒せそうなのだ。オッケー。ストヤン、開けてくれ、開けてくれ。次に進むのだ。
ここら辺は なさそうだね。しっかり見極めるのだ。オッケー、もう慣れたもんよ。でこれ動くだろ。動かんか。あれ動くかなと思った。何やらよからぬことが起こりそうだ。ちょっと待って、この人とかありそうですね。期待してるよ。ちょっと待ってくださいね。厄介すぎん。どこを狙うのだ。質量変化の術。いた。なんで敵がいるんだ。どこを狙うのだ。もう一回やってこれ。あ、待ちゃった。あぶら、あぶら。どこを狙うのだ。もう一回やってこうや。それ。あ、いけるいける。オッケーオッケー。ないね。まあ後でまた確認しながらやっていきますね。気合を入れ直した。この動画の後でも。やば。チリボタン。お、弓兵。それ。と、や。と、やば。や。つばめ返し。仕事だ。や。もう少しで倒せそうだ。ゲイ。私でもやれるんだよ。一個はかけら取れたんで。かわいい。小耳かわいくない？わらわは強いだろ。やばい、中電だわ。で武器をね入手すると、笑顔。実に爽快爽快。雑魚ごときがこのわらわにかなうと思うなよ。結構難易度高かったな今回。赤子の手をひねるよりも簡単だったな。いやーちょっと難しかったかな。うわー、あっという間に倒しちゃった。小耳ちゃんは本当に強いね、うん、そうだ、わらわは最強だ。お主が出るまでもなく、わらは一人で十分であったな。スキルが強いんだよね、小耳はね、うん、確かに小耳ちゃんは圧倒的だよね。何しろ万人に一人と言われた天才、大陰陽師であるからな。これくらいは当然だ。わらわは他人から同情されるような弱者ではない。うん、これでよく分かっただろう。うん、小耳ちゃんは強い子だよ、本当にそう思う。さっきは急に泣いたりしてごめんね。でもあれって小耳ちゃんに同情したわけじゃなかったんだよ。ならばなぜお主は泣いたのだ。わらわがかわいそうだと思ったからではないのか。それはうまく言えないんだけど、小耳ちゃんがひどい目に遭ってると聞いて私の胸が痛くなったの。ふむ、胸が痛んだというのか。うん、なぜだかわからないけど、まるで自分のことのように辛くて、それで気がついたら涙が出てたの。なんかごめんじゃんみたいなね。今までなかったのに、なんでだろう。友達だからじゃないかな。それは紬が話を聞いているうちに親身になってわらわに同調しようとしたからだと思う、うん、だいぶ関係濃くなってきたよね。同調？気持ちがシンクロしちゃったってこと？おそらくだが、紬は友情なり仲間意識なりでわらわに情愛を抱いたのではないか。情愛？わからないという顔をしているな。形は様々であれど、いわゆる好意というやつだな。ちょっとね。あ、そっか。そう言われてすっごく納得した。私、小耳ちゃんが好きだからあんな風になったんだね。軽率に好きとか言うんじゃねえよ、本当に。ほら、好きとか妙な言い方をするでない。こそばよくなるではないか。ほら、ちょろくなるから。ごめんね。でもなるほどって思っちゃったよ。私、みんなと一緒に過ごすうちに小耳ちゃんのことを
大切な友達だって感じるようになってたから。やめたれやめたれ。そんな大切な小耳ちゃんがひどい目に遭ってるのを聞いて、まるで自分のことみたいに辛くなって、それで悲しくなったんだと思う。だからお主はやめろやめろ。小耳ちゃんは本当にすごいね。強い上に何でも知ってて尊敬しちゃうな。尊敬？うん、あげるね。自分で天才っていうのがよくわかるよ。本当にすごいよ。当たり前のことだ。わらわは天賦の才を持って生まれたのだからな。小耳が可愛いんだよ、うんうん、小耳ちゃんはすごい。いい子いい子。ほらさっきからわらわの頭を気安く撫でるでない。耳が。こらくすぐったいぞ。つむぎ耳もふわふわしてる。あー、ほんとに小耳ちゃんは可愛いな。なでなで。こっからは R15 してタイム。だからわらわを幼子扱いするなと言っただろうが。そう、年上かもしらんぞ。あ、ごめん、なんかついいい子いい子したくなって。もう100歳とか超えてるんじゃないの。まったく、お主というやつは油断も隙もないな。だって小耳ちゃん本当に可愛いんだもん。間違いない。で、頭なでなでの代わりに尻尾モフモフ鳴らしてもいい？このモフモフ尻尾、音よ、触り心地が癖になるんだよね。ほら、そこ、わらわの尻尾に手を伸ばすな。何度か触らせてくれたのに。ちょっとだけ撫でるのでもダメ？あ、うむ、ダメだ。ダメなのか。褒美や詫びの代わりなら構わぬが、そうホイホイとは撫でさせられぬ。いつ不意打ちでくすぐられるか分かったものではないからな。今やったら絶対に仕返しをするぞ。何しろわらわは有言実行だからな。あー、小耳の仕返しカウンターがどんどん溜まってく。小耳ちゃん、笑顔がちょっぴり怖い。陰陽の術を用いた悶絶くすぐり地獄を味わってみるか。笑顔だ。それはそれで癖になるかもしれぬな。仕返しは大歓迎とは言ったけど、それはちょっぴり怖い。今回は諦めます。けしからん。実に賢明な判断だな。おお。そうこうしてるうちに空間に揺らぎが出たな。泡沫空間3どうなるんだろうね。うん、そろそろ泡沫空間から出られそうだね。小耳ちゃんからたくさんお話も聞けたし、よかったよ。どんな会話になるのか。わらわとしたことがつい喋りすぎたようだ。うん、また二人で来ることがあったらたくさんお話ししようね。まあいずれ来るでしょう。ほら、異空間に落ちるのを楽しみにするやつがいるか。油断大敵だぞ。はい、気をつけます。もうつむぎはこの世界をなんか楽しんでる。くれぐれも気をつけるように。では戻るとするか。了解した。はい、かけらなんですけど、この下ですね。しっかり見極めるのだ。危ない。48を入手しましたね。はい。な、この後ろにあるんだね。はい、すごい見逃しがちなんだけど、ここにかけられます。73。わかりづれー。